さあ始まりました、まちチャンネル。さあ今回は再びミネ、はい、やってまいりまして、いよいよ英検準1級、まあ従来式ってやつですね、紙で受ける方のですね、 SCBT ではない方を受けますので、そちらのアドバイスを基本的にはしていこうと思います。はい、まあ受ける方ね多いと思いますので、はい、ぜひ聞いていってもらえればいいんじゃないかなと思います。前回受けてみてどうだった？要約ができてなかったのが、うん、結構響いたっていうのがあって、うん、前回で言えば要約できてれば2400点台、立教大学受けるなら、まあ、そのくらいのスコア欲しかったんで、ね、CS にスコアがってことです。はい、でまあ従来型ですので面接はない方なんで、基本的にはそのライティングのアドバイスをしていきながらってことですね、はい、でやっぱ気がついたのはとにかく厳しくなった採点が、ライティングのエッセイは変わってない、おそらくそのままのやつでかなり高得点出てる人が多かったんですが、明らかに要約の点数がみんな低いなんで、かなり採点基準を高くしてきたっていうのがわかる。英語の先生たち受けたけど満点取れないから、だから今までは簡単に満点が取れてた、でそれが100点分だったものが50点になり、もう50点が難しいものがドンときたので、どう考えても難化してると。なんでこの難化した準1級どう対策していくかっていうことなんですが、まあエッセイはとにかく型をちゃんと入れておくことですね、はい、入れてますか？まあ最近は導入の部分はもう短くしなるべく、うん、言われた収集度なんとかっていう風にそのまま使って、うん、で I have two reasons to explain my opinion みたいな感じを入れて、うん、まあそのまま自分の文章を書くようにして、うん、あとは結構模範解答や英検の出してるあれを参考にしながら最近は書くようにしてます。なるほどね、はい、ちゃんと答えれば大丈夫ですので、意見ねこの2つ選んで、で内容をバディバディやって、でコンクルージョンやれて、はい、まあ当然きちんとね英文書けなきゃダメですけど、それができればもう高い点は出やすいっていうのはもう間違いないですね、はい、でやからやっぱり要約だ、感覚として見ると論点満点エッセイで内容点4、構成点4、語彙文法44の内容を書いたら、はい、1点引かれて3ぐらいになるんじゃないのって思わないといけないっていうのが印象、見てる感じ、はい、1個低く出てるよ、同じレベルのものを書いても1個低く出される、それぐらい厳しい。でも分かんないですけどね、もうこれはおかしいだろうって多分文句は出てるはずです、いろんなところから。でそこで採点基準を変えてくるのか分からないですけど、それが言われております。分かったことはやっぱ文字数守った方がいいですね、はい、オーバーして書いてると引かれてる、文字数は守りましょう、制限は。やっぱ要約なんで、要約ってまとめることなので、いくらでも長く書けちゃったらダメなんだよね、はい、そこやっぱり大事で、エッセイの方はオーバーしても大丈夫です、うん、全然オーバーしても大丈夫なのに、はい、要約はオーバーしちゃいけないっていうのがよく分かったんで、であとはまあ前に動画出して言ったんだけど、段落分けしたら構成点引かれる、そのままずっと書く、そうそうそう、はい、段落分けしちゃダメ、お気をつけください。これはまあ2級とかでもそうですけど、段落分けせずに。模範解答で見た時に、うん、最初導入が入るじゃないですか、うん、そこは書いてないですよね。導入が来た後から後の内容を基本的にパラフレーズしてるみたいなのが模範解答、うん、そういう風にもう見てる時点でもう全然ダメです読めてない。書いてある文章って最初は導入というかフックですね、イントロというか相手の心をつかむとかそういうのが入ってて、でそこがメイントピックじゃないからです。別にだから第一文がメイントピックになるって思ってる人がいっぱいいて、はい、それダメなんですよ。そんな風に英文書かれるとは限らないですから、はい、それ気をつけてください。誰もがねトピックセンテンスから書くかって言ったらそんなことはありません。なんで最初の文はフックで掴みに行ってるだけの可能性はあります。でこの間も高校でやってきたんだけど、はい、対策まあ書いちゃうね。第一文を書いちゃう人が多くて、そうじゃないですよ、はい、ちゃんとメイントピック、もちろん第一部にメイントピックが書いてあればいいですよ。やっぱちゃんとトピックを見つけて、はい、それを書くことが大事で、その後でポイントがあるんで、次の段落、もうその次の段落にで、まあ大体いいのと悪いのじゃない。で、まあちゃんとねそこを逆説でつないでくださいね。でそのいいのの中にまあ複数のポイントがある。一番簡単なのは22で入ってくれてればねいいんですけどね、ポイントね22であれば分かりやすいけども、でもしかしたらね23になってる可能性だってあるし、こう忘れないでください。ようやく書いて見てもらったんですけど、今、ね、はい、ね、これ予想問題集の問題、うんうん、7日間完成英検準1級予想問題ドリルですね、はい、そこで書いたやつを見ますけど、はい、In New Zealand, a third of native flightless species is in danger。 これそう、まあ、species っていうのがそもそも単数複数両方持ってるものなんで、はい、is だったり are だったりっていうのがあるんですが、はい、これがんですよ、すごい思った。だからこの間高校に行ってようやく書かせて、はい、ようやく見てて思った、マジで時勢間違う。そうですね。すげえ思った。いや、エッセイはね、当然わかるというか、まあ、エッセイで間違う人めちゃくちゃいて、はい、要約なんて時間書いてあるから、そうですね、間違えんのかなって思って。
たら、はい、めっちゃ過去形を現在形で書く人が続出してたんで、ああ時制めっちゃ大事だと思ったんで、はい、これ気をつけてください。で、 and the government、 government のスペルが間違ってますので、はい、これね、あ、 N か、はい、抜けてます、はい、environment と government はめちゃめちゃ間違いますので、はい、で、 began to deal with this problem、 in the 2000、はい、これもそのまま書いてあるんですけど、ちょっと、はい、まあ、言い換えましょうね、はい、Thanks to the government のスペルが違う。 This problem can be solved to some extent and it brings unexpected benefits for the environment。 じゃあ N はちゃんと書きましょう。なるほどね、 environment の方は、はい、ただ同じ単語とかやっぱ使ってるんで、 the government も this problem も同じじゃないですか、はい、何かしらやっぱり言い換えられるようにする方がいいのと、やっぱり無生物主語構文使えるようにするといいっていうのはね、でこの因果関係を表すものがすごく多いので、このガバメント何をしたの、対策したことが書かれてて、うん、で60時70時だったんで収まるかなと思って、で、はい、まあ、何かしらの対策が enabled New Zealand to do みたいなとか、はい、allow 人 to do、 enable 人 to do とか、はい、help 人原型とか使えるようにしておくと、はい、かなり書きやすい。で、 however some cities consider it have the project to deal with the problem and the project will be much cost in the future。 いや、 in the future すごいスペルが、 in the future、 in the char みたいな、あ、これ結構急いじゃったというか、どういうことこれ。 some cities consider OC ですよね。ああ、consider it has じゃなくて bad か。consider it bad。O のところは長いのを入れないで、it を代わりに置いて、あとから。それは to 不定詞をやるやつでしょ。そうですね、はい、代名詞とか指示使えてないですね。言い換え。だって deal with the problem、また同じ表現使ってる。そうですね。で、すごいな、マッチコスト。すごいな。project will be much cost、 めちゃめちゃですけどね。はい。expensive 直されてたり、cost too much って直されたりしてますけど、これはコストのポイントしか入ってないですね。まあさすがにこれだけしかポイントがないってことはありえないんで、はい、まあ絶対足りないです、はい、どう考えても。そして同じ表現を何個も何個も書いてるってことはそれでマイナスです。なんで文法合意ですね、気をつけないといけません、ね、言い換えを意図とか代名詞とかそっち使っちゃうと、これ何に指してるのみたいな感じでよく指摘されてて、うん、で そうなっちゃうとやっぱこっちの方があんま指摘されないっていうか、ああそう、やっぱこういう癖、まあ癖っていうかそっちで書いてる、それだったら変える方がいいですね。 deal with the problem っていうんだったらそこを address the problem とかね、あそういう言い換えにする。で problem の言い換えは、プロブレムの言い換え、うん、簡単なのあるでしょ、ディフィカルティとかイシューですね、はい、っていう風に単語レベルでの言い換え、はい、でさっき言ったように enable とかね、はい、そういうの使う、 because とかって使うと長くなっちゃうんで、はい、because SV はそれが enable 人と言うとかだと短くなるので、はい、節じゃなくて句を使うっていう言い換え、はい、その辺ができるようになるといいな。あんまりね SV and SV みたいなね、こういうの書くんだったら絶対論理関係示すものがあった方がいいなと、ね、思いますけどね。なんかディスコースマーカーを入れたらフローが出るのかなみたいな風に考えてやった時にどうやって使うのかなみたいなところに陥っちゃうんで、うん、普通にこうなっちゃう、前と変わんない分になっちゃうっていうか、うん、だからなんていうかちょっと読まないと分かんないから、うん、あ全然ダメですね。メインポイントが入ってないです。対策書いてないじゃん。そうですね、もうこれでバーって済ましちゃってる、済ましちゃってるから書いてないです、書いてないですか、うん、だからプレデターを入れたっていうのが書いてないといけないでしょ、はい、でプレデターを入れたことによってどういういい点があってどういう悪い点があるのかなんで、そのプレデターを入れたっていう内容が書かれてないから、 それは足りないです、はい、なので基本的にまず覚えてなきゃいけないのは、採点官はもちろんこれを見てますよ、はい、これを読んでるけど、こっちはこれを読んでない人でも分かるようにしないといけない、何が書かれているか、はい、だから下って足らずになる回答がめちゃくちゃ多い。だ自分の中で読んでるから分かってるんで、はい、それをただ表そうとしてるんだけど、初めて見る側にはいやいやそれ書いてないじゃん。だからまあサンプル問題ね、いろんな人がやったと思うんですよ、英検が出してるサンプル問題。イギリスのね無料のやつ、博物館、博物館ですか、はい、あやりました、はい、そうだからあれが博物館全然イギリスって書いてないとか、政府が無料にしたって書いてあるのとか、いや政府が博物館を無料にしただったらどこの国よ、そうそんなの日本って思っちゃうか、世界中になっちゃダメでしょっていうので、あまりに抽象化しすぎちゃって足らないよ。でもこれもそうです、全然ポイントが足らないんで、だからポイント入ってない、はい、内容点取れないから、そこを忘れないでください皆さん。すごくやってて思ったということで、今回言い換えのねやり方だったりとかやりましたんで、はい、この辺のことをちゃんと意識して
やってもらって、はい、要約対策やってもらえればいいんじゃないかなと思います。ただあと言えるのは時間配分ですね。リーディングとこれ同じ時間で行われますから、90分でね、はいはい、だからどっちに時間取れるかとか、まあだから本当はね、単語だったり他のね読解のところはさっさと解いて、はい、この要約に時間取れるといいですね。先に要約と、まあ、ライティングからやるようにしたらいいです、うん、別に大丈夫ですよ、はい、だから昔のね前の英検の問題を考えると13分分要約に取れるんだよね。でも13分で終わるかって言ったら、うん、終わんないっす。もう見たけど、いろんな人、いろんなとこで見たけど、13分じゃ終わんないっすよ、ようやく問題。なんで、前よりも時間が厳しくなってる。はい、だ前以上に英検11厳しくなってますんで、はい、それ頑張って対策してください。はい、ということでございました。時間配分、厄介ですので、単語問題減ってますけど、確実に取れるようにしてもらえればいいんじゃないかなと思いました。はい、ということでございました。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。はい、頑張って。はい。